どうもこんにちは、アンティークテーブル屋の瀬野道隆です。今日はこの動画はですね、ホワイトボードにある通り、アールヌーボーからアールデコにかけての歴史について解説をしていきます。この動画はですね、最後までご覧いただくことによって、アールヌーボーのデザインってこんな感じなのかと、アールデコのデザインってこんな感じなのかっていうところが分かっていただけると思います。そしてその間にあった第一次世界大戦によって、人々の価値観というのはどういうふうに変わってしまったのかっていうところも分かっていただけると思いますので、ここで切らずにですね、ぜひとも最後までお付き合いください。ということでですね、早速解説をしていくわけなんですけども、時は1880年、場所はイギリスになります。当時のイギリスっていうのは、産業革命によって人力から工場生産に移ってたわけですよ。鉄道も走ったりしてですね。ただし、この産業革命の初期の頃っていうのは、まだまだ品質が悪いという状況だったわけですよ。大量生産できるんだけれども、実際にその商品っていうのは、まあ、例えば洋服であればですね、ここの糸がすぐほつれて、これは取れてしまうみたいな感じの状況だったわけですよね。そこに目をつけたのが、ウィリアム・モリスさんという人だったわけですよ。このウィリアム・モリスさんって、デザイナーであり詩人だったわけなんですよね。で、この近代化が進んでいくことが面白くなかったわけですよ。なんでかっていうと、この近代化が進んでいけば、将来的にもしかしたら俺のデザイナーとしての仕事がなくなってしまうかもしれないというふうに思ったんですね。そこでウィリアム・モリスさんはある運動をするわけですよ。これがアーツ&クラフツ運動っていう運動なんですけど、みんな聞いてくれと。確かに俺らイギリス人っていうのは産業革命によって非常に裕福になった。でもね、と。よく見てみろよ、と。俺らの身の回りにあるこれらの商品、全部粗悪品じゃないの。これが本当に我々が求めていた豊かな生活なのかい、という提案をするんですね。で、確かに俺らって本当にこれらが豊かな生活なのかというふうに考えるわけですよ。そこで、ウィリアムさんはもう一回言うんですよ。あのね、こういう豊かな生活、まあインテリアとか芸術、こういったものっていうのは、あんなね、感情のない機械が作れるわけがないんだよ。やっぱりね、職人が一人一人丹精を込めて作っていくからこそ芸術なんだよ、というふうに、もう一回職人が作ることの素晴らしさを書いてしたわけなんですよ。そこでモリスさんは、モリス商会っていう会社を作るんですよね。これどんな会社かって言いますと、一つ一つの商品を職人さんが作っていきますよという会社だったわけですよ。で、そのデザインっていうのも、やっぱりこの機械はダメだよというふうに言ってたんで、植物とか自然とかそういったものを題材にしたデザインがメインだったわけですよ。その作品っていうのは、まあ椅子とか壁紙とか、あと刺繍とか、あとステンドグラスとか、そういった感じの、やっぱり室内に特化した感じのデザインだったわけなんですね。で、そこで、ある程度一式完成した状態で、お披露目会があるわけですよ。皆さん、やっと完成しました。あなたたちはもう、粗悪品に囲まれて生活する必要はありません。私たち、モリス商会が、素晴らしいデザインのものを作りましたからね、というところで、お披露目したところの金額っていうのが、5000万だったわけですよね。まあ、5000万かどうかわかんないんですけど、それぐらい高かったんですよ。そこで、その時に一般の人々はどういうふうに思ったかって言いますと、確かに、その粗悪品に囲まれた生活ってのはあんまり良くはないけどさ、でもこの金額だったらちょっと行き過ぎなんじゃないということで、ウィリアム・モリスさんがやったアーツ&クラフツ運動っていうのは、残念ながら本国イギリスでは受け入れられなかったんですよ。なんですけども、このウィリアム・モリスさんの考え方とかデザインっていうのがフランスに流れるんですよね。モリス商会の商品がフランスに流れていくわけですよ。で、そこでフランスの人たちはどういうふうに受け取ったかって言いますと、あ、こういう考え方って素晴らしいよね、ということで、イギリスでは受け入れられなかったアーツ&クラフツ運動がなぜかフランスで受け入れられたんですよね。ウィリアム・モリスさんの考え方とかデザインとかってめちゃくちゃいいじゃんっていうふうな感じで受け入れられていくわけですよ。で、それがアール・ヌーボーというふうに置き換わってフランスの中で発展していくということなんですね。アールってのが芸術、ヌーボーってのが新しいという意味で、新しい芸術がここフランスで花開いていくわけなんですよ。フランスに渡ったアーツ&クラフツ運動なんですけど、このモリスさんの考えていた、こんな工場が芸術なんて作れるわけがないという考え方は、もうフランスに行ってる頃には取れてたんですよね。フランスに行ってる時には、この植物のデザインと自然のデザイン美しいな、そういったものしか残ってなかったわけですよ。そこでフランスの人たちはどういうふうに考えたかって言いますと、その時にちょうど出てきていた鉄とか
ガラス、こういったものを使って植物とか自然を表現できればもっと美しいものができるんじゃなかろうかというふうに考えたわけですよ。当時っていうのは1900年ちょうどですね、この頃っていうのはもうフランスの芸術性っていうのは爆発してたわけですよ。もうフランス人ってやっぱりおしゃれだねっていうふうに僕たちは今は思うんですけど、もうこの頃からですね、やっぱりおしゃれとしての道を歩み続けていたというところがフランスっていう国だったんですね。この時に1900年にパリ万博っていうのがあるんですけど、この時にそのガラスとかですね、鉄を使った装飾品を作って出してたのがエミール・ガレとかドーム兄弟とかロブジュとかルネラリックだったわけなんですよね。で、ここで他の国々からもそのパリ万博、なんかすごい万博をやるらしいよっていうのを聞きつけて、他の国からだからオーストリアとかチェコとかスペインからクリムトとかミュシャとかガウディとかやってきてるんですね。まあ、ちなみに日本からも夏目漱石はこの万博に参加しています。こんな感じでアールヌーボーっていうのはもともとイギリスが発祥で、ちょっと形を変えてフランスで花を開く、そしてそこに来てた有名なデザイナーとか画家が自国に持ち帰って、そこでまた新しいものが開いていくという流れになっております。ではですね、今からアールデコについて解説をしていくんですけども、その前に第一次世界大戦というのが挟まってるんですね。アールヌーボーからアールデコに変わるときに第一次世界大戦というのが挟まってて、ここを理解しておくことによって、あ、そういう風にして価値観が変わっていったんだねっていうところを理解していただけると思いますので、ここを解説させてください。まずこの第一次世界大戦ってどういう風なのだったかって言いますと、ドイツとオーストリア対フランスとイギリスだったんですね。まあ詳細に言えばもっと他の国が入ってるんですけども、ここでは割愛させてこの国々同士で話を進めていきます。で、最初からこの4つの国っていうのは戦争してたわけですよ。で、イギリスとフランスの連合国っていうのも、ドイツとオーストラリアの連合国っていうのも最初から戦ってるんで、どちらとも疲弊してたわけなんですよね。で、そこで入ってきたのがこっちのフランス、イギリス軍のサポートをしてくれるようになってくれたのがアメリカなわけですよ。で、このアメリカが入ってくることによって、この ドイツとオーストリアはもう負けてしまうわけなんですよね。で、そこで戦勝国であるフランスとイギリスとアメリカなんですけども、実際にその状況っていうのはどういうふうな状況だったのかって言いますと、フランスとイギリスっていうのは最初から戦ってるんで結構弱ってるんですよ。あ、もうお金も使い切ったしなと、経済もあんまりうまくいってない、どうしようみたいな感じなんですけど、アメリカっていうのは、後からポンと入ってきてすぐに戦争が終わったんで、いいとこ取りをしてるんですね。はい、あなたね、ドイツあなたさんは結構ねすごいことやってくれましたねと、罰金ですということで、アメリカはドイツから罰金をもらうわけですよ。で、イギリスとフランスにもお金を貸してるんですね。まあまあドイツとオーストリアどうにかしましょうということで、あなたにもねお金を貸してあげるからどうにかやってくださいということで、ここの2つにも貸し付けがあって、ドイツからは罰金をもらう、この2つの国々からはその借金を返してもらうということで、ここでアメリカではですねバブルが起こるわけですよ。その時のフランスっていうのは、さっきも言った通り疲弊してしまってるんですよね。でもどうにかしてでもこの国の経済を回していかなければならないという状況で、フランスはどういうふうに考えていったのかって言いますと、そうだと、あの1900年のパリ万博、あれをもう一度復活させれば私たちはもう一回復活できるかもというふうに思ったわけですよ。どういうことかって言いますと、アールヌーボーの時の1900年のパリ万博っていうのは大成功したわけじゃないですか。で、もう一回このパリ万博をやれば私たちの経済復活できるだろうというふうに考えたわけですよ。ただしその頃の状況っていうのは、この1900年ちょうどとは全然環境が違ってたわけなんですね。どういう状況だったのかって言いますと、疲弊してるんですよ。みんながもう国全体が疲弊してて、もうお金を持ってる人がいないんですよね。で、お金を持ってる人がいないんで、あのアールヌーボーの価値観で職人さんが一個一個作ってアートの作品を作りましたっていう状況だったら全然ダメだったわけですよ。それがアール・ヌーボーが衰退していった理由であって、当時のそのフランスの人々が求めていたものっていうのは高級ではないけれども、ある程度デザインが担保されているもの、そういったものを求めてたわけなんですよね。みんながお金がなかったわけですから。そんな時に作られたのが直線であり、あとは丸とかを使ってですね、そういった幾何学文様のデザインが生まれたわけなんですよね。よし、この感じだったらなんかフランス人もみんな受け入れてくれてる、だったらこの状態でパリ万博もう一回やろうぜということで、1925年にアールデコラティブなんとかかんとかっていうパリ万博を開催するんですよね。そのアールデコラティブのティブなんとかなんとかってところが外れて、アールデコというところがここで完成するわけですよ。そこでですよ、当時のアメリカっていうのはさっきも言った通りバブリーな状態なんですね。で、
また あそこでフランスであのアールヌーボーの時と同じようなお祭りがあるらしいですよということで、このアメリカの人たちがですね、お金持ちがパリに向かうわけですよ。で、ここのパリに向かって、あ、この商品いいね、この商品かっこいいね、あ、アールデコってこんなデザインなんだということで、バン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 買いまくるわけですよ。まあ日本人がですね、フランスに行ってヴィトンとかエルメスを買いまくった、あんな感じの状況が1925年に起こり始めたという背景があります。ただこのアールデコの考え方、デザインの考え方っていうのは、丸とか直線を連続させてデザインを作っていくっていう考え方なんで、結構簡単なんですよね。ですので、フランスから持ち帰られた工芸品っていうのがアメリカで参考にされて新しいデザインとして生まれ変わっていきます。そこでできたのがこちらのクライスラービルとかエンパイアステートビル、これが新しくアメリカで独自に発展していったアールデコの象徴というべき建物なんですよね。その他にも当時はアメリカはすごい勢いがあったんで、ワーナーブラザーズとか、あのミッキーとかですね、あとハンバーガーのマックとか、ああいったものがこの時代にいっぱい出てきてた背景があるわけですよ。僕はですね、そのバブル時代を経験したことがないんでわかんないんですけど、おそらくですね、30年前の日本のバブルの時のようなものをイメージしていただければわかりやすいのではないかなというふうに思います。で、実際にですね、その当時の頃のアメリカの状況を忠実に再現してくれているのが、この華麗なるギャツビーっていう映画があります。この映画をご覧いただくことによって、あ、アメリカってそういう状況だったんだと、みんながお金を持ってて、こんな栄えたんだというふうなのを理解していただけると思いますので、もしですね、この1920年代のアメリカを知りたいという方は、こちらの映画をお勧めしております。ということでですね、今日はこんな感じで、アールヌーボーから間、第一次世界大戦を挟んで、アールデコってどんなデザインだったのということについてお話をさせていただきました。もしこの動画がですね、楽しかった、面白かったという方がいらっしゃいましたら、チャンネル登録といいねのボタンをよろしくお願いいたします。それでは今日はここまでご視聴いただきまして、ありがとうございました。